私の好きな言葉で、我最喜欢的一句话呢？我一粒の麦足らんという言葉が日本にあります。今は本当に小さなちっちゃな麦の一粒だけど、何年かするとたくさんの麦になってたくさんの人を幸せにするという言葉です。我最喜欢的一句话呢，就是一粒小麦。那么一粒小麦的意思呢，虽然我们现在是一颗小小的小麦，那么呢，在多年以后，我们会变成一大片的麦田的意思。林さんが27年前、日本語もできないのに日本に来て努力したのが今少しずつ実を結んでる。我27年前呢，因为我刚到日本的时候，我日文一句话也不会说。そして今日、この台湾で一粒の麦がまかれました。那么呢，在今天呢，终于在台湾撒下第一颗的小麦。で、このフクロウという小さな麦が今から台湾のシェフがたくさんのシェフが生まれて世界一のパンの国になる。これが我々の願いです。那么呢，从这一颗小麦开始，那么希望如同就是师傅们一样，那么遍布的这个台湾全部的烘焙业界，使台湾这个烘焙业界成为世界第一。まあそういうことで、ぜひ皆様方のご支援、ご鞭撻をよろしくお願いします。那么呢，请在场的各位呢的支持与指导。本日は誠におめでとうございました。那么今天非常的恭喜，嗨。